優の篠原涼子、46、が5月10日放送の、おしゃれイズム、日本テレビ系、にリモート出演。同日は、篠原涼子スペシャル、と題し、これまでの篠原の名場面と未公開映像を放送した。ネット上では、番組初登場の10年前から全く変わることのないその、美貌、に絶賛の声が上がっている。番組では篠原が直近で出演した2018年11月から、2015年8月、2010年10月と過去に振り返っていく形で名シーンをプレイバック。2015年には、番組レギュラーの藤木直人、47、が篠原の私生活に密着するロケを敢行。当時の名場面が放送された際には、完全なすっぴん姿で、マグマヨガ、に取り組む篠原の様子が映し出された。ネット上では2010年の番組初登場からこの日のリモート出演に至る10年間、全く衰えを見せていない篠原の美貌を絶賛するコメントが相次いだ。篠原涼子スペシャル最高すぎた。綺麗、可愛い、もうベタ惚れ、今日のオシャレイズムの篠原涼子さん特集。2018年の直近出演から過去の登場に振り返って言ってたけど、逆って言われてもわからないだろうな。それくらい年を取っていないし、この10年でむしろ洗練さが増してる。これが、女優の品格、ってやつかな。篠原涼子さん、美人だし色気あるし髪サラサラロングだしすっぴん綺麗すぎだし、性格は天然っぽくて可愛くて。もう反則に近い、最強40代だわ。また番組では、自粛期間中の出演者の日常を紹介。篠原は、映画三昧の日々を自宅で送っているという。また子供と自宅でペットを撮ることにもハマっており、実際の動画を公開。篠原が二人の息子を持つ母であることに、視聴者からは改めて驚きの声が上がっていた。篠原涼子って二児の母なんだ。めっちゃ綺麗だなって思って見てたら、自分の母と同じ年なのにビビる WW、篠原涼子の息子がめちゃ可愛いし、自分が篠原涼子の息子だっていう自覚がありすぎて可愛い。息子ちゃんも美人なお母さんで嬉しいだろうな。今春からは2007年以来、13年ぶりとなる主演ドラマ、ハケンの品格、日本テレビ系の続編が放送される予定。コロナウイルス感染拡大の影響で放送が延期となっているが、代わりに放送されている前作の再放送も高視聴率を記録している。女優としてさらなる進化を遂げた篠原に、これからも注目が集まりそうだ。